全州自治の社の前に設けられた紅れや門。清掃の両母である、営業の紅れや門。保印、定務修先生母の暮れなや門。紅れや門は、朝鮮において、聖なる、場所の入り口に門として設ける建築。垂直に建てられた2本の円柱と、その間に渡された2本の横木から構成される。紅れや門には、屋根も扉もなく、門の中央上部には、 取リシューラの象徴と対極の文様が置かれる。クレナイヤモンは、通例では、朝鮮の儒教に関わる場所を表示するために建立され、社、墓、あるいは教皇や書道などの教育施設に設けられる。クレナイヤモンとは、文字通りには、赤い矢の門という意味であり、上部に設けられた、先の尖った釘を並べたような部分に言及した名称である。 かつては直立する円柱の間の国上のものはなかった。赤い色で塗られているのは魔よけの意味があるとされる。クレナイヤモ門はインドのトーラナや中国のハイボー日本の鳥と関係がある。朝鮮王領の領母では入り口となる。クレナイヤモ門から三笹木まで150メートルから200メートルほどの距離が取られている。朝鮮長には夫に順じて、 命を絶った妻、孝行を尽くした子供など後世を検証するために、紅門とも呼ばれた紅れ門を建てることがあり、この門が建てられることは、一族や村にとっても光栄なこととされた。紅れ門のほか、石碑や屋根付きの門が建てられることもあり、それぞれ、列女碑、列女門などと呼ばれた。ありがとうございます。